はご注意ください。
と青藤谷選手に4ポイントです。マット第1ピリオド終了です。ポイントは2対0、赤竹下選手がリードしています。今と青藤波選手2ポイント追加、0対7です。エバット第1ピリオドがスタートしました。今と第1ピリオドが終了しました。ポイント0対7、青藤谷選手がリードしています。では赤竹下選手2ポイントに追加、ポイント4対0。今と続いて試合番号2、赤育英大学下野由美選手、青早稲田大学高岡凛選手の対戦です。A バット青原田選手1ポイントが入りました。 A バットは2回目のプレーにつきまして、青の原田選手側からチャレンジが始まりました。ただいまのプレーを画面で確認します。会場の皆様も大型ビジョンにご注目ください。
なんと、ただのプレー、青のチャレンジ認められました。従いまして、ポイント4対2から再開をいたします。ただいまの試合、ポイント0対10、規定
定のポイント差がつきました。テクニカルフォール。したがって、青、全体大学校、藤田雄大選手、準決勝進出です。ビーマット女子フリースタイル53キロ級準々決勝、試合番号2は、テクニカルフォールで、赤、育英大学、下野由美選手が勝ちまして、準決勝進出です。では続いての試合、男子フリースタイル92キロ級準々決勝へと移ります。赤、立教大学、横田雄大選手。青、拓殖大学、井筒優斗選手と対戦。B マットは続いて試合番号3が始まっています。赤、クリニア整形外科リハビリクリニック、与那嶺優希選手。青、警視庁大学機動隊、矢後優香選手の対戦です。
A1 と第1ピリオド終了しました。ポイント4対11青根津選手がリードしています。
では続いては男子フリースタイル 92kg 級の準々決勝、赤反則竹内昭信選手、青京都府立田村高等学校三浦聡選手となります。今と赤に1回目のパッシブです。A1 と青の三浦選手に1回目の発信です。今と第1ピリオド終了です。ポイント0-2、青入江選手がリードしています。A1 と赤の竹内選手にも1回目の発進です。今の竹内選手の開始です。 A1 は青の三浦選手2ポイントを差し込みました。今と青の三浦選手に2ポイントです。A1 の第1ピリオドが終了しました。ポイントは0-2、青の三浦選手がリードしています。
A1 と第2ピリオドがスタートしました。赤に1回目のパッシブ、青の島袋選手に1ポイントです。
ント第1ピリオド終了です。ポイントは0対5、青島本選手がリードしています。A1 と赤の小原選手に8分、そして青の山選手に1ポイントが入ります。ファーテルポジションから試合を再開します。今と第2ピリオドをスタートしました。見事第2ピリオド残り1分、ポイント3対5、青島本選手がリードしています。青の矢部選手に対して赤の稲葉選手に1ポイントが入ります。アートポジションから試合再開です。今と試合終了です。グレコローマンスタイル72キロ級準々決勝、試合番号5はポイント3対5をもちまして、青新潟県本工業高等学校教員島袋圭介選手準決勝進出です。A 番が稲葉選手4ポイントを追加、5対1です。
B マット女子フリースタイル65キロ卓球の準々決勝に入ります。試合番号6、赤自衛隊体育学校今井美優選手、青中京高等学校寺本凛選手の対戦です。 A マット現在ポイント7対1となっています。宇田選手さらに2ポイントを超えています。A バット試合終了です。ただいまの試合ポイントは7対1、従いまして赤日本体育大学宇川海斗選手準決勝進出を決めています。A マットの続いてはグレコロマンスタイル60キログラム級の準々決勝、赤学習大学竹下康生選手、青自衛隊体育学校藤浪亮太郎選手の対戦です。A マット第1ピリオドがスタートしました。 B マット赤今井選手に2ポイントです。
B マット赤岩井選手に2ポイント6対0です。A マット第2ピリオド終了です。ポイントは1対0、赤竹下選手がリードしています。 B マット試合終了です。試合番号6はテクニカルフォールをもちまして、赤自衛隊体育学校今井美優選手準決勝進出です。続いて女子フリースタイル65キロ級準々決勝、試合番号7です。赤東洋大学三輪佳奈子選手、青日本体育大学川内咲希選手の対戦です。Thank you.
A1 の赤竹下選手1ポイントを追加、2対3としています。 A1 と青の赤ペッティータイムにポイントが動きません。赤三輪選手に1ポイントです。
A バット赤は柏木選手のバットを追加しました。4対0です。Bマット青の入江選手2ポイント追加。ポイントは0対5で第1ピリオドが終了しています。青の入江選手リードです。 A マットの第1ピリオド終了です。ポイント8対0で赤藤波選手がリードしています。フリースタイル57キログラム級の準決勝に進みます。赤、日本体育大学女子、樋口玲選手。青、日本体育大学、竹下優子選手の対戦です。
選手、ポイントを追加しました。
と試合終了です。規定のポイントが差がつきました。グレコローマンスタイル72キログラム級準決勝は赤自衛隊体育学校堀井大選手テクニカルフォール勝ちで決勝戦進出です。よってこの階級は高橋翔吾選手対堀井大選手の決勝戦となりました。A マットの第1ピリオド終了です。ポイントを0対1で青高橋選手がリードしています。A マットは3チームの問題の音は動きませんでした。赤に1ポイントに入ります。 A マット赤にパッシブ、青に1ポイントです。パーテルポジションから試合再開です。
グレコローマンスタイル60キロ前後級の準決勝です。赤ミキハウス海田健一郎選手、青日本体育大学稲葉海斗選手の対戦です。A マットの第1ピリオドの開始です。 B マット青にアッシルです。
A マット、熱海キャッシュ、青、板橋選手の1ポイントが入ります。ファーブルポジションから試合再開です。試合終了です。富田選手が4ポイントを入れたところで、A マットの選手が勝ちました。ポイント12対1、テクニカルフォール勝ちです。赤、ビデハウス、富田健一郎選手、決勝進出です。A マットの第1ピリオド開始です。B マット赤からのチャレンジは認められませんでした。よって青に1ポイントがあります。
バント赤にアシルです。試合終了です。30秒間のアクティビティタイムに入ります。
Thank you.
手の状態を確認しています。しばらくお待ちください。試合再開です。
トンネル選手に対するアクティビティ終了で青島野選手1ポイントになっています。今と第1ピリオド終了です。ポイント1対0、青島野選手リードです。D マット第14試合女子フリースタイル53キロ級敗者復活戦1回戦、赤奥野選手、青島野選手の第2ピリオドがスタートしています。Thank you.
女子フリースタイル 53kg 級敗者復活1回戦ポイント3対1で青下野選手が3位決定戦に進出しました。第1ピリオドが終了しました。ポイント2対0、赤田辺選手のリードで第1ピリオドを終了しています。現在リマットは第15試合女子フリースタイル 53kg 級の敗者復活1回戦です。赤愛心 AW 株式会社所属角谷桃子選手、桃子選手対警視庁第6医療隊矢野優香選手の対戦が行われています。